守備者どもによるハーレミアン攻撃ルートへの妨害を終わらせる。ベルーシアを救う。はい、どうもニノです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。水曜コープペルーシア攻撃がなんかちょっと甘噛みしたけど、ペルーシア攻撃側やっていきましょう。ちょっとね、今回はセイバー系を練習しようと思いまして、これセイバーが一番多い陣営といえば間違いなくあれだと思うんですわ、この共和国軍側だと思うんですわ。ちょっと人数が少なくてねちょっと人数が少なくて辛いんだけれども、どこに入られた？裏か？俺ね、エイム力のなさが光る。そしてもう一人の人が言ってる A の方がちゃんとできてんじゃねえか、制圧。どっち行く A とりあえず行くか。わしはなんとかしてセイバーキャラを使いたい、そういう心持ちだ。お、結構いっぱいになったぞ。やっぱ2人だけだとやっぱ苦しいじゃん、戦いって。おい、めっちゃいるんだが。多すぎ。何いる、あと、あとどれくらいおる。おい、来たね、ツインブラスターキャノンは来たね。いいよ。いいセントリーだ。危ない、おい、めちゃめちゃいるんだが、全然減らねえ、敵の数が全然減らない。やめろ私のサイコッペみたいに置いてくんじゃねえ。どこにいる、あと、こっちか。ナイス。オッケー。ナイス、ヘルメットスキャンや、ヘルメットスキャンナイスや。大丈夫か、みんなで力を合わせよう。やはりコープはこうみんなで力を合わせてる感がね、非常に。入ってきてるやついる。違う、お前じゃない。どこにいる、こっちもいる。すごい、ナイスパンチ。ここあんま来ないから範囲がよくわかんない、ナイス。もうボスが現れたわ。使いてえなあ。ただ敵の状況をちょっと見てからという心持ちもありやなしや、タンクもいたりしそうやしな。新しい命令だ、それらの拠点を直ちに攻撃しろ。グレネードしよう。よし、進軍しよう。ボスかこっちにね、いた。どこ行っても敵いる。どうする、アナキンスカイウォーカーで行くか、オビワンで行った方が堅実な気がするが。どうなってる、こんな楽勝だなんて聞いてなかったぞ。
とする。こちらか。芸能部将軍にお手本を見せてやろうじゃないか。なんかすげえジャンプした。まさか自分たちが有利だと思う。よし、取ったぞ。ありがとう、援護。援護、助かった。なんかいいね。ナイス、ナイス、ナイス。いいね、ヘルメットスキャン。いいよ。めっちゃ守られてるだけな気がしてきた。わしも攻めたい。わしも攻めたいんだが、誰もエリアにいない。まずい。裏に入られました。ナイス。後ろにいる。タンクまで出してもらっちゃってすまねえな。いいタンクだ。中ばっかの方が前に出て戦っているというのは気づいても口にしてはいけない。出すもりだな。なんかいない。ちょっと待って、危ねえ。B に行きたい感じもするけど、タンクいるなら B じゃなくてもいいんだよな。ダースモールおったわ。後で片付ける攻撃が見える。ほいや。まだ諦めないのか。いいよ。俺がもらう。まるで私がやったかのようなこの絵。確保したぞ。まだ抵抗する。いいシールド剥がし、いいシールド剥がしだ。素晴らしい。ごめん、タンク置いてきちゃった。タンク置いてきちゃった。タンク置いてきちまったけどな。タンクはこれおとりになってくれてるな。もう絶対タンク A にいるもんな。ごめんな。 B 進んでてごめんな。ちょっとね、秒数、第一フェーズが人数ちょっと足りなかったのもあって。いるのか。来るぞ。来てる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 。どこにいる。すまねえタンクの方。ついてる。ほい。バスターウィンドゥ。タンクの王。タンクの王どこ行った？タンクの王。生きてるタンクの方生きとる。タンクだ敵も。グリーバスもいる。
死ぬ覚悟はできた。徐々に。レッドビー、あ、出ない。すいません、すいませんでした。レトビが出ませんでした。ちょっとこれ以上前に行くと死んでしまうそんな気配が。一旦下がっていいですか。ちょっと体力が、スタミナを戻したい。どこだ、いい感じになった。ちょ、レトビがうまく出ねえんだよな。なんかタンク後ろにいるんだが、タンク後ろにいる、タンク後ろにいる。振り向いてくれ。レトビも決まった。痛しすぎ。中爆か。どうしてこんなことに。追い払う。タンクが後ろにいたのマジビビったな。ダースモールいた。ノイス。飛んでけい。激戦だね。後ろ、なんか後ろにドゥーク伯爵いたけど、後ろにドゥーク伯爵いたけど、どうする、無視する。どこだ、いてててててて、うおおいや味方が強え味方が強いだけだった気がする。全員よくやった。タンクのプロおったし、普通ならね、あのタンクのところでリセットされてっていう状況になるんですけども、まずきちんとねタンクの人がマジきちんとやってくれた。これは素晴らしいね。いや、いいタンクでしたわ。ありがとうございました。というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。